私も大阪から来たんですよ。ありがとうございます。どうぞおかけください。失礼します。御社では画期的なアイデアを新しく生み出し、そのクリエイティブな、その発想、新しいアイデアを生み出そうという、そういう原動力を、そのサービス、実際に作り出されているサービスの中から非常に強く感じ、魅力を感じましたので御社を志望いたしました。そうなんですか。はい。その今おっしゃった魅力についてもっと詳しく説明してください。暇ですね。暇ですね。こういう待ち時間とか普段どうやって潰しますか。そう、多分うまく伝わらなかったり理解できなかったりするところがあるんですけど、旅行で東北に行ったことはあるかな。東北行ったことあるような気がします。はい。東北に行ったことあるんだ。電動化によるスタンダードシステムで駆動しております。なお今回はハードウェアの開発ということで、動きに関しては遠隔操作にてデモを実施いたします。よろしくお願いします。はじめまして。名前は伊吹です。生きるっていう意味があります。年は10歳。好きなことはいろんな場所に行くこと。山や海、たくさんの動物や虫たち、いろんなものを見て触って感じる。いろんな場所で一緒に遊んでくれる友達が欲しいです。首がうなずくような動きをしたりというのは事前にランダム表示するというか。ただ今日は他のやつは全部自動でやってるわけで、そういう技術を載せれば彼女の代わりに使えば全部自動になる。ただ肉